これがノトグロの、はい、今3回目染めを終えた、うん、めっちゃ綺麗ですね。いいですよ、6代目すごーい。おーうわ、嬉しいです。ありがとうございます。めっちゃかっこいい。鈴花チャンネルをご覧の皆さん、どうも鈴花ゆうこです。今和楽器バンドがタルボキというのを、やっていますけれども、ちょっと伝統の芸能技能に触れていけたらなといつも思っている中、こちら今日はですね、大谷屋染め工場さんに来ました。江戸時代からの、染める技術をやっている水戸黒というものがあるんですけれども、それをですねちょっと体験してみたいと思います。今日はこの2人と一緒にやりたいと思います。どうぞ。ずっとふざけてる。いやいや、呼んでもらえないかと思ってそうそうそう、話が先に行けよって、はい、水戸黒知ってますか？水戸黒、僕いわき出身ですけど、はい、知らなかった、初めて聞きました。うん、そういうのがあるんですね。なんか美味しそうな魚みたいな名前です。のど黒なんか江戸からやってる染め方らしく、すごい楽しみで、今日はあのみんなちょっと撮影してたんで衣装でやってみます。落と、はい、さないように気をつけてね。でもこれも黒染めして帰るんでしょ。そうね、染められる体験をねちょっとねそうでもいいかもしれない、はい、いい前振りです怒られない程度ということで早速お邪魔してみたいと思います。鈴花チャンネル、大川と言います。大川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これが水戸黒の、はい、今3回目染めを終えた、うん、めっちゃ綺麗ですね。まあ、青っぽいのが分かると思うんですけど、これあの元々藍染めを下地に染めて、でその上からヤシャブシっていう木の実を煮出した染料で何回も何回も染めていくと黒くなるっていうので。え、水戸黒はどれぐらいの回数染めるんですか？6回。6回、その時の状況によっても違うんですけど、じゃあまあ大体まだ半分ぐらいってことですか？まだ全然黒くなってないんで、1回の工程で染めて裏側も染めて、で乾かしてもう1回染めるんです。おお、なるほど。それが1回の工程で、その後焙煎って言って化学反応させて、水洗いして洗ってこの状態までがワンクールです。それが6回ぐらいですかね。あのその木の実を煮出した染料なんですけど、まあ、こんな茶色い色をしてます。タンニンっていう成分が含まれてて、はい、そのタンニンっていうのが鉄分と化学反応すると黒く、それで黒くするんですけど、それってあの豆にて黒豆にするときにフルクに入れるじゃないですか、はい、それと同じです。あの文献が全然残ってないんですよ。あ、そうなんだ。水戸藩の御用紺屋さんっていうのが1軒だけあって、はい、そこで代々ずっとこれを染めてたので、はい、門外不出だったんですよ、ね、で残してないんですね、製造法も。それで一番最後の代の方が再現させて、その後に少し文献が残るようになって、はい、それでやり方が分かるようになって、黄門様が江戸城の金屏風によく入るって自慢したっていう話は、言い伝えは残ってます。この藍染めを下地に使って黒くしてたんで、やっぱ光の反射が全然違いますよね、きっと。そうなんですよね、もうあの赤みの黒と青みの黒って似てるようで全然違うんですよ、ね、これ備前彫りって言うんですけど、はい、じゃあこの辺は昔から染め物屋さんいっぱいあったんですけど、今は2軒しかない。2軒、うん、そうですね、いいですね。ちゃんとこう、ね、椅子並みながら、いいですね、6代目になるような、ちょっとブレがあるね、ブラですね、ブレじゃない、ブラ。でも今5代目は、おやおやって思ってるんですよ筋がいいんじゃない、筋がいい。あ、でもこれ耐えちゃダメなんですか？いいですよ、あ、大丈夫です、大丈夫です。いいですよ、6代目6代目今日出てこれ実際に水戸黒で染めたもの、はい、今ってどういったものになったりするんですか？これは、風呂敷になるんです。あ、めちゃめちゃいいですね。普段使ってますよ。僕も風呂敷使う人なんですよ、普段。これはね、あのおせち料理のお重を送る風呂敷、はい、黒、渋いですね。そうですね、それでゴールドの柄が入って、あ、いいですねどういう風に、はい、こう
黒くなっていくか順を追って見れる生地があるんです。見たいです。見たいです。見ますか。はい。全然染めてない状態。1回目、2回目、3回目、4回目。あ、もう本当だ。こんな感じで。2回目から急に違う。急にここが違うね。ここから5回目、6回目ですね。5回目、6回目で、これで完成の黒。はははは。まあこんな感じで色がちょっとずつ変わっていきますよ。いやーいいですね。光がもうちょっと当たるともうちょっと分かりやすいのかなと。ちょっとね、邪魔なところに今日雲がある。あ、大さん、そしたら太陽の光を浴びた上でなるべくね、レフアンみたいにね、反射させてもらってそうですね。はい、カチにロゴを入れる。イエーイ、すごい。これめちゃめちゃいいじゃないですか。これちなみに手で彫ってます。肩で、肩手で彫ってます。すごい。この内側の枠線とかすっごい細いですね。全部手です。ありがとうございます。一生大事にします。ロゴが由緒あるものに見えます。ほぼ 90% 以上全部手作業なので、肩彫るのも染めるのも。肩は金金。え、違います。あの、パラフィン紙の上にニスが塗ってあって、はい、あ、そういう薄い紙をこう原稿の上に貼り付けて、あとはカッターで。なるほど。じゃあちょっと、うん、これ落として。かっこいい。これこの白いのは、はい、この表面の黒色だけを落とすように調合してある薬品が入っているのです。それが塗ってあるってことですね、その薬品が。そうです、そうです。で、これを落としちゃうので、はい、だから水につけると色が変わる。そうですね、この白いのは全部落ちちゃいます。のりなので、こうやって落ちてっちゃって、多分濡れてる状態だと色が分かんないと思うんです。この若干ちょっと青っぽい、そうですね。これをまあ乾かしたら多分分かると思うので、では下の作業はこのぐらいで、はい、2階に移動させてもらいたい、はい、ここは大体あの手ぬぐいとか染めるようなところです。これどこに手ぬぐい下ろしてるんですか。いや、最近下ろすのはあんまりなくて。あ、もう発注だけですか。個人が多いです。結構最近若い方も、はい、注文してくれて、あ、じゃあもうこちらの工場でその販売サイトみたいな、はい、いや、ないですね。電話電話、電話とメールのみ。もしたくさん電話来たら大変だから、きっとメールがいいよね。あの、全てあのオリジナルしかうち作ってないので、はい、これと同じで型紙を彫るところから全部デザイン通りにやって。いや、僕手ぬぐい買ってきたいな。これがヤシャブシです。なんかでも食べれそうな匂いがする。本当だ、いい香りがする。いい香りがする。こういうやつ。はい、どうぞ。マットボックみたいなね。あ、すごい。あ、これいいと思います。かっこいいね。いい色、うん、これがそのお袋の着物で、うん、水戸黒代々染めてた一子相伝の最後の代の12代目の方が染めたやつです。で、こっちが明治ぐらいなのかな、11代目かそのぐらいの方が染めたやつ。着物いいな。昔でもこんな裏地おしゃれにしてる。おしゃれですね。すごいおしゃれですよ、ね。いや、だってこれ紋めちゃめちゃ細かいの取っといてほしい。なかなかね、染め抜きでこんな細かいもん大変だよね。近くにゆくろさん、ちょうど着物作ろうって僕今ね、ちょうど着物作ろうって言ってたんですけど、ちょっと予算オーバーなんじゃないですか。ちょっとというか大幅に予算オーバーなんじゃないですかね。実際ね、どれぐらいなんだろうね。あ、出てきてる。おー、かっこいい。これもこのぐらいになる。いや、めちゃめちゃいいですね。いいですね、かっこいい。粋ですよ。いや、そうだね、これは粋だね。うん、うわ、嬉しいです。ありがとうございます。めっちゃかっこいい。めっちゃ嬉しいんですけど。いや、めちゃめちゃいいですよ、それ、うん、いいなぁ。ダイさんの今の本気のいいなぁだったね。うん、いいなぁ、ね、羨ましいよ。本気のいいなぁが出たね。かっこいい。いや、でもこのさりげなさがいいね。うん、そうですよね。肩も見る。あ、肩見ます。はい、すごーい。おー、すごい、綺麗に抜いてある。
え、これって、これっていただけるんですか、はい、あ、どうぞどうぞ。やったもう一枚今乾かしますんで、ダイさんがもうこの目を見てこないいいなよしありがとうございます、嬉しい。鈴葉のチャンネル、お母さんありがとうございました。ありがとうございました。水戸黒というね、はい、染めを見学させていただいて、しかもこの自分のロゴがですね、いただいてしまってすっごい嬉しいんですけれども、今日私が思ったのはやっぱりその職人の技っていうのを目の前で見てこそより残っていってほしいなっていうふうに思った。しかも仕上がりが美しいから感じられないけれど、うん、こうやって過程を見るともう木の実を取るところから全部本当に手作りじゃないですか、うんうん、それでこれが出来上がってるんだっていうのちょっと感動しますよね。最近あの NHK の、うん、番組で、うん、江戸時代の暮らしっていうのを見てたんですよ、うん、だからとにかくその今の時代が見習ってほしいようなエコ時代だったらしくて、うん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 、なんかその無駄がない中でいろんな職人さんがいろんな工夫をしながら美しいものをね作っていたっていうのをねちょっと見て、うん、そこからよりやっぱり興味が湧いていたんですけど、あの恥ずかしながら私水戸出身なのに水戸黒というものを今日まで知らなかったんですね、うん、でもこうして実際に見させていただくと、このこれでしか出せない色っていうことに、また今の時代ならではの美しさを感じる人が多いんじゃないかなと思いました。どうでした？いや、なんか僕今日一番思ったのは、こういう本当に残ってるいいものってネットからじゃ見つけられないと思ったんですよね、うん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 、だって今日ここでさっき手ぬぐいのね話もしていただきましたけど、電話かメールですよ、うん、でこれ本当にお母さんが口を閉めるでもこれすごく大事だと思ってて、はい、あの使いたいとか好きなものに対してアンテナ張ってないと、うん、いいものって日本ってまだまだ見つけられないものがたくさんあるし、うんうん、なんかトレジャーハンティングみたいな感じでさ、皆さんもこうアンテナを張っていくといいものがねこれからもどんどん見つかるんじゃないかって気はしますね、はい、いや今日本当に、お忙しい中お時間いただいて実際に見させていただいてすごい光栄でした。ありがとうございます。ありがとうございます。6代目としても皆様に頑張ってください。最初の作品を見せてください。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してね。